カウペンスの戦いは、アメリカ独立戦争中の1781年1月17日に、サウスカロライナのカウペンスで、ダニエル・モーガン巡将指式の大陸軍と、バナスター・タールトン大佐式のイギリス軍の間で戦われた戦闘である。この戦闘の結果、一度イギリス軍に奪われていたサウスカロライナを大陸軍が取り返す転換点となった。 モーガン将軍の取った戦術は独立戦争中の戦術的傑作と構成に言われている。なお、カウペンズとは牛の放牧場、牛舎のあるところの意味である。カウペンスの戦いはアメリカ独立戦争の南部戦線で数多く戦われた戦闘の一つであった。モーガンの証言によれば彼の部下は800名を越した程度に過ぎなかったとのことであるが、 歴史家の調査では1800名から2400名の間であったという。モーガンの部隊には300名の大陸軍正規兵、オーバーマウンテン部隊を含む700名の古参民兵、約1000名の未経験民兵に志願兵、それに機兵の部隊が加わっていた。対するイギリス軍はタウルトンの部下である王統派部隊約450名に集まるよう命じた。モーガンは カウペンスの特徴ある地形を使えば、タールトンが到着するまでの時間を利点に変えられると考えた。さらにモーガンは、事態と敵の部隊がある状況下に置かれれば、どのように反応するかを知り抜いており、この知識をも利点にした。はじめにやったことは、それまでの戦闘の常識から外れた部隊の配置であった。モーガンは事態をブロード側とパコレット側の間に置いた。この場合、 もし敵が圧倒してきた場合に逃げ道がなくなることになる。モーガンが逃げ道をなくした理由は明らかであった。訓練を積んでいない民兵は戦闘の最初の兆しに直面して、それまでだったら簡単に逃げ出して正規兵を捨てていくだろうが、この状況ではそうならないことを確実にするためであった。丘の上をモーガンが指揮する場所として、そこには大陸軍の正規不評隊を配置し、糸時に 側面は敵の攻撃に対して無防備にしておいた。モーガンはタールトンが正面から攻撃をかけてくるものとして、それに合うような戦術的な準備をした。モーガンは部隊を3列に分け、1列は狙撃兵、1列は民兵、1列を主力部隊とした。150名の選ばれた狙撃兵隊はノースカロライナのマクドウェル少佐の部隊とジョージアのカニンガム少佐の部隊であった。 この部隊の後ろに、アンドリュー・ピケンズの指揮で300名の民兵を配置した。訓練の足りない民兵は戦闘の場面、特に騎兵からの攻撃に対しては頼りにならないことを認識していたので、モーガンは民兵たちに2発だけ銃を放てば交代して良いとしていた。そうしておけば、より経験を積んだ民兵と大陸軍勢騎兵の第3列のさらに後ろにいる予備隊の影で隊列を、 組み直すこととが可能になると考えた第2列の民兵の移動は、第3列をイギリス軍にさらすことになる。第3列は、全軍の残り約550名で、デラウェアとメリーランドの大陸軍正規兵、及び、ジョージアとバージニアの民兵で構成されていた。ジョン・ E ・ハワード大佐が、大陸軍を、テート大佐とトリップレット大佐が、民兵の指揮を取っていた。この戦略の目的は、 おそらく丘の上りで第三列と遭遇するタールトンの部隊を戦闘前に終わらせ混乱させ最後に叩くことであった。ハワードの兵士は民兵の予測される移動によっても動揺することがなく民兵とは違って持ちこたえることができる。そのためには第一列と第二列が肉体的にも心理的にも前進するイギリス軍兵士を消耗させ、そこで 第三列と戦闘に入る必要があるとモーガンは考えた。さらにモーガンは事態を下り坂に配置して登ってくるイギリス軍に向かわせればイギリス軍が戦闘中に空高く鉄砲を放つ傾向があることも有効に使おうとした。事態を下り坂に置くことは向かってくる敵を朝日を背に受けさせてその姿を浮かび上がらせることになり容易に標的とすることができる。 自体の右手は強谷であり、左手にはクリークがあるということは、モーガンの部隊が戦闘開始の時点から側面攻撃を受ける可能性を低くしていた。モーガンは全体の考え方はベニーを罠に入れて坂を上がってくる、騎兵隊と不評隊を叩くことができるということだ。銃撃で数を減らせば彼らに反撃できると主張した。カウペンスでこの戦術を展開したことについて、 歴史家のジョン・ブキャナンは、モーガンが独立戦争の両軍で意味のある独創的な戦術を考えられる唯一の将軍であったかもしれないと記した。カウペンスの戦い1781年1月17日の朝5時、タールトンの部隊は進発しカウペンスへの進軍を続けた。歴史家のローレンス・バビットによれば、カウペンスの5日前にイギリス軍は、 休息や適当な食事によってのみ軽減されうるストレスを感じていた。つまり戦闘の48時間前にイギリス軍は食料が乏しくなり睡眠も4時間足らずであった。この前期間にわたってタールトンの部隊は難しい地域を急速に突き進んできていた。バビットはイギリス軍が疲れ切って栄養も足りずに戦場に到着したと結論づける。 しかしタールトンは勝利の匂いを嗅いでいた。何者もタールトンを説得して、送らせようとはしなかった。タールトンの応答派石膏が、モーガンの戦闘準備の様子を伝えた。タールトンは、モーガン軍がほとんど民兵であり、経験を積んだ、イギリス軍と水流の多い川に挟まれているのを見て、成功を確信した。前線に到着するとタールトンは、人列を敷いた、竜気兵を、 自分の側面に2門のバッタ砲をイギリス正規兵と応答派兵の間に配置した。他の機兵や第71コーチ連隊は予備隊とした。勝利を確信していたタールトンは兵士たちに休息も与えず戦闘に突入した。タールトンの作戦は単純で直接的であった。不評の大部分を応対に組んでまっすぐ、モーガン軍に向かわせるものだった。不評の左右には、 竜騎兵を配置して守らせた。予備隊とした第71高知連隊は、アーサー・マッカーサー少佐式の250名からなる大隊であり、英乱旅団にも従軍した、経験の長いプロの兵士たちであった。タールトーンは、大陸軍が崩れて逃げ始めた時に解き放つ200名の騎兵分検隊も準備していた。モーガンの戦略は完璧に働いた。 竜気兵を15人倒すと狙撃兵が交代した。イギリス兵は一時交代したが再度攻撃を仕掛け、今回は民兵のところまで来た。民兵が言われていたように2発ずつ銃弾を放つと、イギリス兵は驚いて混乱状態になった。しかし、イギリス兵は隊列を立て直し前進を続けた。ピケンズの民兵は隊列を崩し明らかに後方へ、逃避すると見せて、 本体の後ろで人形を整えた。タールトーンは、主官のオグリビーに命じて、配送する大陸軍を隆起兵で攻撃するように仕向けた。その隆起兵隊が正規人形で動くと、つかのま民兵のマスケット銃で遮られたが、また前進を続け勝利を確信し始めた。イギリス兵は彼らの力を発揮し、多少の損害を被るとしても、 あと一押ししさえすれば勝利が転がり込んでくるものと予測して突き進んでいった。大陸軍の戦列の深さが次第に前進する、イギリス軍の衝撃を吸収していった。大陸軍の前線にいた二列が圧倒されて、しまったかのように後方に下がることで、イギリス軍は長く伸びた陣形になって、丘の上でしっかりと守っている経験を積んだ正規兵の最終列に直面することになった。これにもかかわらず、 タールトンは大陸軍に残されたのはこれ一列であり、不評を送って正面攻撃をかければ勝てると踏んだ。高知連隊は大陸軍の側面を突くように命令された。ハワードの命令で大陸軍は尻いた。勝利に興奮し隊列を乱したイギリス兵がその後追った。突然ハワードは部隊に回れ右をさせて激しい一斉射撃を放ち今度は攻勢に出た。 トリップレッドのライフル狙撃兵が攻撃して、イギリス兵にかなりの損害を与え、続いて、ワシントンとマッコールの騎兵が攻撃した。完全に崩された、隆起兵たちは真後ろに逃げ出した。オグリビーの部隊を取り崩すと、ワシントンの部隊もイギリス軍に突撃をかけた。イギリス軍の動きが止まってしまうと、大陸軍の騎兵隊がその右、突然の攻勢を受け、さらに側面を、 再度現れた民兵に疲れて、タールトンの疲れ切っていた兵士は、事態の騎兵の姿を求めたが、とても期待できないことが分かった。イギリス兵、応答派兵の不評の半分以上は傷ついていようと、いまいと地面に倒れていた。彼らの戦闘能力はなくなっていた。歴史家のローレンス・バビットによれば、イギリス軍を突然崩壊させた原因として、戦闘ショックつまり、疲れと上と、 生き粗相が突然兵士たちを捕らえてしまったと分析する。巧妙な領域包囲に囚われて多くのイギリス兵が降伏した。タールトンの右翼と中英が崩壊して、第71高知連隊の残り少数がハワードの戦列との交戦を続けていた。タールトンは起こりつつあることの重大さに気づき、唯一残っていた一握りの騎兵部隊のところに駆け戻った。手の施しようもなくなり、 タールトンは、騎兵隊をまとめ上げ、二門の大砲も確保しようとしたが、すでにそれも捕獲されてしまっており、ついに自分自身の安全確保を図ることに決めた。タールトンは残った騎兵と一旦戦場に駆け戻り、ワシントンの部隊と一としきり戦った後に、戦場から離脱した。そこへ、ワシントン大佐が追いついて、サーベルで切りかけ、誇り高きタールトンはどこに行ったと叫んだ。 しかし、タールトンは、ワシントンの馬に銃を放って、駆け去ってしまった。モーガン隊は、イギリス兵、オート派兵合わせて652名を、捕虜にした、干渉であった。イギリス軍の死者の数は、勝った、大陸軍の深刻でも100であったり、110であったり、また120であったりする。しかし、古代から近代まで、どのような戦争でも戦死した敵の死体の数は、誇張されるものである。 感情できるのは、タールトンの部隊が、戦闘部隊としては消え去ったことである。タールトンと260名の将兵のみが撤退に成功した。歴史家のローレンス・バビットによれば、モーガンの公式記録にある損害73という、数字は大陸軍正規兵のみのものである。生存者の記録からは、死者あるいは、勝者の数は128名の名前を挙げることができるという。 ノースカロライナ州の記録では68名の大陸軍と80名の民兵の損害となっている。モーガンの届けた損害の数字と戦力兵士の数は実際の半分ということになる。戦闘後の愛国者兵の証言によれば、タールトンは戦闘に入る前に事態の兵に捕虜を取るなと命令したという。これは独立戦争中のカロライナにおける。 残酷な戦闘の中でルフされた偽情報の可能性がある。タールトンのイギリス騎兵隊は情け容赦もなく負けた敵兵を追跡し降伏しようとする者も,も切り捨てたという悪評が高い。その結果、タールトンは愛国者の新聞で野蛮人の番とあだ名をつけられた。実際のところ、タールトンはモンクスコーナー、レナズフェリー、キャムデン、 カトーバ報道の戦いで敵を倒した時はいつも捕虜を取ったことは突起すべきである。タールトンが敵を高い比率で殺したワックスホークリークの時でさえも203名の愛国者に対し降伏を認めた。このことは反省にはならないが、タールトンがなぜ突然カウペンスの場合に限って捕虜を取らない方針を出したかということに対する説明はこれまで提案されていない。タールトンが 明らかに向こうを見ずに命令を発して、モーガン隊を追求したために、休息や食料も不十分なまま戦場に到着したことは、タールトンが南部で戦った戦闘が、カウペンスの前までは、比較的容易に勝利をつかめたという事実で、説明づけられる。タールトンはモーガンを追求することに心を奪われており、自体の兵士が良い状態で戦闘に臨めるようにする。 ことが必要であることを全く忘れていた。ダニエル・モーガンは、その兵士たちには、感情的にニューマ社の魚者として知られ、傑作といえる戦闘を戦った。彼の戦術立案と、個人的な指導力が大半を民兵で構成される、軍隊をして力を発揮させ、独立戦争の中でも最大の干渉を勝ち取った。キャムデンの大陸軍大敗の後で、カウペンスは、 独立戦争の一部として驚くべき勝利であり、戦争全体の心理状態を変える転換点となった。人々の精神公用はカロライナだけではなく、南部諸法にまで広がった。アメリカ植民地のものがらなる戦いに勇気づけられたのに対し、王統派やイギリス軍は士気が下がった。さらに戦略的な結果として、南部におけるイギリス軍の重要な部隊が崩壊したことは、 戦争終結に向かって何者にもえが難いことであった。キングスマウンテンの戦いでのイギリス軍の敗北と共にカウペンスはチャールズ・コーンウォリスにとって大きな打撃となった。コーンウォリスはタールトンがカウペンスで飼っておれば大陸軍の残る犯行を抑え込んでいけた可能性がある。その後いくつかの戦闘に続いてギルフォード軍庁舎の戦いでイギリス軍が侵傷し、 最後は1781年のヨークタウンの戦いでアメリカ側の勝利となった。歴史家、ジョン・マーシャルの意見では、多く戦力が投入されたわけではない戦闘の中で、カウペンスほどその結果が重要だった戦闘は稀である、としている。ナサニエル・グリーン将軍をして、まばゆいずるさの作戦を展開をする機会を与え、コーン・ボリスには、最後に、アメリカをイギリスから切り離すヨークタウンの悲劇に、 つながる断ち切れない鎖となった、戦場跡は、カウペンス国立戦場として保存されている。アメリカ海軍には、カウペンスと名付けられた艦船が2隻ある。第二次世界大戦時に建造された、航空母艦カウペンスおよび1980年代に、建造されたミサイル巡洋艦カウペンスである。バビッツ、A. デビル・オブ・ A. ウィッピング、ページ46。 カウペンスでのイギリス軍不評の戦力は200から271の間であった。しかし、ページ175から176の記述では、カウペンスでのイギリス軍不評の戦力は約200名から250名と考えられるが、1780年12月25日に帰還した兵士は175名に過ぎなかった。1月15日にコーンボリスが保有していた部隊は、 全体で450名、そのうち、約250名が、竜気兵であった。それゆえに、不評の数を200名以上とする証拠はない。all unit strengths from babits, a devil of a whipping, babits, a devil of a whipping, disccess disphenomenon free on pages 155から 159, babits, a devil of a whipping, pages 150から 152, ボートナー、カッセル、S、バイアグラフクルディクショナリー、ページ1174、ありがとうございます。